モデルのマリア36月1日、自身のブログを更新し、2017年11月に結婚した元 J リーガーで、ファッションモデルの三渡りすぶじん26と離婚したことを報告した。ブログでは、この度、私マリアは、三渡りすまいびとさんと話し合いの結果、結婚生活を円満に解消することにいたしましたと発表。私の最愛なる子供たちともしっかり話し合い、このような結論になりましたことをご報告いたします。子らからの未来を神様から授かった4人の子供たちのことを最優先に大切に守りながら生きていこうと思っていますと思いを綴った。また、波乱万丈で頼りない母かもしれませんですが、私自身決して簡単な決断だったわけではありませんと吐露したが、この先、これから一人での子育てはどんな未来が待ってるかわかりませんが、ママ大丈夫だよ、みんなでポコちゃん育てていこうよと言ってくれた心、優しい子供たちと共に新しい人生を歩んでいきたいと思っていますと、決意も。一人の母として頑張っていきますので、どうか変わらず見守っていただけますと幸いですと呼びかけている。マリアは2002年、当時横浜 F マリノスの田中俊美学選手と19歳で結婚。長男を出産したが4年に離婚し、翌5年に総合格闘家の山本、キッドのりふみさんと再婚した。同年に次男、さらに翌6年には、第3子となる長女を出産したが9年に、再び離婚。15年元日に当時横浜 F マリノスの佐藤、雄平選手と結婚したが、17年3月に離婚し、同年11月に、三渡りすと4度目の結婚。翌18年8月に第4子となる男児を出産している。